吉澤遥か菜は、日本のタレントである、愛知県名古屋市出身、オスカープロモーション所属、血液型大型。2019年、令和改言後初開催となる、ミスマガジン2019にエントリーし、ミスヤングマガジン賞及び矢口マリの歌謡ザナイト賞を受賞し芸能界デビュー。同年5月のベスト16に選出され、紙面掲載された時点では、 一般の女子高生であり、芸能事務所未所属であったが、受賞後の11月4日にオスカープロモーションに所属した。2019年8月12日講団社、週刊ヤングマガジン病死、関東9月8日講団社、月刊ヤングマガジン病死、関東11月11日講団社、週刊ヤングマガジン巻き中2020年角川、 着モノウォーカーボリューム165月18日、週刊ヤングマガジン、2020年25号6月1日、週刊ヤングマガジン巻末7月20日、週刊ヤングマガジン病死、関東8月6日、学研、ボム9月59月6日、月刊ヤングマガジン巻末11月9日、週刊プレイボーイ2020年47号2021年1月8日、 フライデー1月22日号1月25日、週刊プレイボーイ2021年6号表紙、関東、DVD3 月5日、フライデー3月19日号3月25日、フラッシュスペシャルグラビアベスト2021年春号4月26日、週刊プレイボーイ2021年19.20号8月16日、 週刊ヤングマガジン2021年38号8月23日週刊プレイボーイ2021年3637号9月3日週刊プレイボーイ2021年38号2020年7月8日講談社ミスマガジン2019写真集パーフェクトグラビアブック2019年8月30日ミスマガジン2019 始まりの光ヤンマがデジタル写真集2020年11月9日、吉沢遥かな写真集、自分史上最高ボディシュープレフォートブック2021年1月25日、吉沢遥かな写真集、ブレイクスルー2021早速、夢かなっちゃいました。シュープレフォートブック2021年3月8日、ミスヤンマが、吉沢遥かな、 ティーンの弾けるボティーフライデーデジタル写真集2021年4月28日、吉沢遥かな写真集、現役女子大生のお家でキャンプシュープレフォートブック。その年のグランプリは、柳井優菜と宮野ひな、ファイナリストは他に、松本ライム、岡本リオ、鈴木清。ありがとうございます。